げえ。わあ、昔のテレビだ。いっぱいある。わあ、あ、ここが一番。ここ何するところですか？休憩するとこ。おお、すげえ。乾杯。じゃあこれは韓国の伝統の飲み物を、サウナ切ったら絶対に皆さん飲みます。お米を発酵させて作った飲み物なんですよ。わ、もうなんかね、見てください。こうやって凍ってるんですよ、上の方が。で、米もちょいちょい入ってったり、まあ、米がもっとたくさん入ってるところもあるんですけど、ここは米が少なくて飲みやすいと思います、うん、はい、皆さんの瞳に乾杯。乾杯。あ、こういう味、こういう味。くそ。うわ、めっちゃ美味しいな、ね、うわ、湿気久しぶり飲んだ。湿気めっちゃ久しぶり。味を表現しますと、まず香ばしいんですけど程よい甘さがあります。で、その米の美味しい匂いあるんじゃないですか、香ばしい。そのご飯作るとき、炊飯器からこうやって出てくるその匂いがしまして、ものすごく体にも良さそうで、あ、めっちゃ美味しい。で、それではやっぱりこの湿気を飲んだらこの卵を食べなきゃいけないですよ ね。あ、どうしよう。ちょっと待って。食べよう。しかもお前は普通の卵じゃなくてこの粉砕卵を産むの、すごいなお前。いや、売れるわこの鶏。この野郎。普通のだと白い色なんですか。僕は白い色よりこれが大好きなんですよ。わあ、光ってます。食べたい、めっちゃ食べたい。こういう方いらっしゃいますよね。いらっしゃってないです。乾杯。乾杯。あ、いただきます。おいしい。わー、久々の感じ。で、この卵を食べるんじゃないですか。食べたらこの黄身がちょっとパサパサするっていうか、口の中の水分が全部なくなりますよね。その時にこの湿気を飲んだら、その水分が戻ってきます。もう本当にこの二人はバランスのいいカップルやと思います。まあちょっとゆっくりできるところで、はい、普通に食べたらあんまり面白くないから、そうですね、一つゲームをやろうかなと思います。どれですか。あ、おお、はい、いいですね、はい、あ、これいいかな。まず今ギミがやったみたいに、誰がもっと長くこれが回るか。罰ゲームはこの卵を頭で割る。さっき俺なんか頭からなんか慣れたよね。痛いんだけど。皆さん行きます。応援よろしくお願いします。お願いします。絶対勝つぞ。うら、絶対勝って中野の頭を殺します。やってみろ。頑張れ、君はできる。ちょっと待って、頑張れ頑張れ、卵ちゃん。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。いや、待て。ダメ。あー、僕の勝利。チュノの頭を殴れる。やっとやっと殴れる。もう一回だけやろう。あ、なあ、やだ。もう悔しい。しろ、ちょ。悔しい。ちょ。なんかありますか。人混み。人混み。人混み？なんだっけ。感想、感想、感想。感想じゃねえ。何て言うんだっけ。人混み。意気込み。おい、人混みどうぞって。意気込み、意気込み。皆さん、今まで本当にありがとうございました。
あでも僕が優しくしてくれない、もともとここでやったらあんまりなかなかやらないので、ここで僕は優しく、これ痛くないですよ、さっきみたいに僕みたいに2回こう当たったら痛いし、こう引っ張ってパンなったら痛くないですよ。俺もう感情入ってるやろ、さっき痛かった俺。じゃあ、ジュノ、もともとはここにさ、あ、こうやってあかけすぎやろ、糖尿病なるよ、お前はい、まいった、うわマッシュ、僕の頭で割ってめっちゃうまい。じゃこれもう一回やろ。それこれめっちゃ悔しい、絶対勝ちて一回場所変えようよ。あ、いいよ。じゃあ、お願いします。よーい、スタート。あそれ俺の、それ俺のだよ。しけちゃん、僕の勝利。いただきます。あ、食べたかった、俺食べたかったの、待てるのつらかった、待てるのつらかった待てるのつらかった、ごめん、食べたかった、食べたかった。ロアシで罰ゲーム、罰ゲームは罰ゲーム、なんで俺勝ったのに負けてる気がするんだろう。じゃあ一発で当てる。あっ痛いんだけどマジであ、ちょっとお腹痛い痛いあチーててね。あー、これはもう成功的な復習です。あー、今日は満足、今日のロケ満足です、もう満足。あー、まあこんな美味しく食べたところでですね、うん、韓国のチムジルバンに来たら、うん、絶対にやらなきゃいけないことがあるんですよ。あー、何ですか。気づきました。ファッションですか。ファッションですね。あー、気づきました。よく気づきました、ね、はい、ヤンモリファッションっていうの。ヤンモリファッション、皆さんご存知ですか。ヤンモリとは何ですか。ヤンモリってはヤンモリってはじゃねえよ。あ、動物でヤンがいますけど、ヤンモリって、ヤンモリってそのヤンの頭の、ヤン農場のヤンモリって言うヤンの頭のその形を似てるからヤンモリって言います。ヤンの頭言うてもわからんからお前、日本語で言ってくださいよ。ヤン、ヤンなんだっけ。ここでクイズ、ヤンは英語で何でしょう。ヤン、ギャン、ヤンは英語でギャンなわけねえだろ。 YANG ヤン。羊頭ファッションをします。だからこのさ、あのチンジルバン服あるんじゃないですか、うん、これだけだったらつまんないんですよ。足りないね、うん、足りないんで、やっぱり帽子をちゃんとかぶってあげなきゃということで、ヤンモリファッション、うん、ちょっとやってみたいと思います、はい、まずこのタオルを1回3分の1を折ってください。はい、ここもまたこれ3分の1、うん、でこうやって1つに作ってください。こっからこうやって巻いてください。どんどん外にこうやって出して。どこまでやるんですか俺。まあ自分の頭の大きさによって、うん、ちょっと調整しなきゃいけないんですけど、うん、こうしたら反対側も同じように巻いてください。何やってんねん。はい、なんでそんな重くできる。はい、こんな感じでこうなりましたよね。なんかあれみたいですね、この最近ジャスティン・ビーバーがよく乗ってるさ、あるんじゃないですか、こうやってふーんふーん、こうやってわかる。わかる、うん、最近、まあ韓国にもたくさん乗ってる方いらっしゃるんですけど、ちっちゃすぎないでもそれ、うん、まあまあ、で、ここで、まあ、なんかさっき重ねたところがこうなるんですよ。ここをちょっと開けて入れる分空間ができたら、そのまんま被ってください。よいしょ、
よいしょっと。ちっちゃすぎない？ちっちゃいな、ちょっと。ちょっとちっちゃいな。頭でけえな。雑やな。いや、入んねえし。はい。おいおいおい。この辺がもうぐちゃぐちゃやじゃねえかよ、お前。病気になった羊かよ。はい。しかもさ、お前、感染性言うて被ってるけどさ、被ってるんじゃなくて、ただ乗せてんじゃねえかよ、お前。ただ、こうやって乗せてるだけやんか、おい。感染。